いや普通に美味しい。おできた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 。こんにちは、今日もクリアなよっちです。なんとダイソーで面白いものを見つけました。ちくわの穴に詰め込み装置、今日はこれでいろんなものを詰め込んでいきます。この間お祭りで、地元のお祭りでいいちくわがすごく安くなってるので買いました。今日はこのちくわの穴に希望をいっぱい詰め込んでいきます。あ、デコレーター。じゃあちょっとこれ洗おう。普段のちくわはこのぐらいの大きさ。あら、ちょっと大きいです。入るかな、ギリギリ。じゃあまずは何を詰め込もうかな。納豆、梅干しにしようかな。納豆梅干し。きゅうりや長芋だったらありきたりなので、今日はありきたりではない、普通に入れることはできないものをどんどん入れていきます。それも全部入れて、梅干しも入れます。梅干しはラップでこうやってぐちゃぐちゃしたら、この果肉も細かくなるし、種のギリギリのところまで攻めることができるから無駄がありません。種は食べればいいから無駄がありません。じゃあ納豆を詰め込んでいきます。あー、もう美味しい。ちくわの穴って意外と狭いんだな。こんな世界だと思わなかった。兵士恐怖症の人は怖いだろうな。大丈夫ですか納豆さん。できたぞ。いきます。どんどん入る、どんどん入る。いいカメラみたい。あー、いいカメラみたい。入りました。これお祭りでいいじゃん。はい、偽造できました。では引っこ抜きます。わあ、入った。じゃーん、入った。普通の絶対入んないよね。納豆ネバネバなので一度洗います。洗ってきました。水がはじきやすい素材なので、水洗いしてピャッピャッピャッってやったら次へ使います。次はご飯を詰め込みます。ちくわの太巻きじゃん。ちくわの中にご飯って発想今までなかったよね。これ今から希望の穴に詰め込んでいきます。あ、渋滞渋滞。欲張り禁止。いきます。いけ、よいしょ、いけ、行くんだ行くんだ行くんだ、行けた。ふう、端っこも詰め込みましょう。できた。シャキン。では抜いていきます。ご飯の粘土でちょっと重いぞ。頑張れ、あと少しでいい。カメラが終わる。あ、きました。じゃーん。私この間いいカメラしたばっかりなんだよ。鼻から入れてさ、もうほんと痛くてさ、だからちょっといいカメラに叩いてごめんなさい。あ、これは島根の名産品、板わかめです。板になったわかめ。本当は普通の海苔が良かったんだけど、ないのでこの板わかめを巻きつけます。いやー、ぶっさそう。ほいできた。じゃん。次は私が隠し持っていた手作りのごま豆腐を詰めたいと思います。他には何を詰めてほしいか、よかったらコメントをしてください。コメントに答えたいと思います。ただし高価なものはお答えできません。それでは3問目の
希望の穴に刺していきます。キイキイ頑張れ頑張れ。うわうわできた。引っこ抜きます。頑張れ。あ、いけ。これを下に押さえつけながら、下に押しながらできました。黒ごま入りちくわ、あと2つになりました。続いてはじゃん、らっきょうを詰め込んでいきます。シーチキンも入れてさらに美味しくしようと思います。このシーチキンのね、油にも栄養が入ってるから絞らなくてもできると思うので、絞らずにいきます。隠し味のめんつゆ、ちょっと何倍でもいいです。はい、ちょっとバジル。うわー美味しそう。これをちくわの穴に入れていきます。YouTuber みたいに入れていきたいと思いまーすっていうのは恥ずかしくて私は言えないので、入れていきたいと思います。うわー美味しそう。このまま口に流し込みたい。このまま口に詰め込みたいよ。それでは、行くね行くね、姉ちゃん行くね。第4番のちくわを抜いてきます。頑張れ頑張れ。できた。ツナらっきょうの完成。さあ最後の一つです。この希望の穴には何を詰めるでしょうか。バン、じゃん、うどんを詰め込みます。チンした冷凍うどんです。できたできたぞできたぞ。こうして、おできた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 。ビヨーン、ビヨーン、完成です。よし、もう一回やっちゃいます。すごい。おお出てきた出てきた。詰め込みちくわ完成です。あーすごい、夢のよう。切っていきます。じゃん、かわいい。次は海苔巻きご飯です。ドゥドゥンドゥドゥンドゥドゥン、できたー。じゃん、かわいい海苔巻きご飯。かわいい、これお祭りご飯になりそう。ごま豆腐を切ります。柔らかいからぷにゅってなるかな。いきます。ドドンドドンドドン、よし、オープン。じゅん、はい、かわいい。ちょっとだけ空洞あるけど、まあいいか。じゅん、らっきょういきます。じゃじゃんじゃじゃんじゃじゃん。おあー美味しそう。もう食べたい。いきます、いきます。おふわー、ぎっしり、美味しそう。お待たせしました。最後はこちらうどんちゃん、切っちゃいます。いけいいけい、未来のきつめうどん。じゃん、おー、ちゃんと入ってる、感動。頑張って押し込めてた甲斐があったの。じゃん、かわいい。できました、食べます。勢ぞろいしました、イエイ、完成。ではご説明いたします。納豆、ご飯、ごま豆腐、らっきょう、ツナ、うどんでーす。食べてみます。まずは定番の納豆から。
セバナナッといただきます。普通に美味しい。お寿司屋さんで納豆巻きがあるけど、このちくわ巻きもいけると思う。それでは次、おにぎりちくわいただきます。食べ応えありありです。ちくわと海苔の間にスライスチーズを巻いたらもっと美味しくなるし、お弁当のおかずになると思います。次にごま豆腐です。ごま豆腐はわさびをつけていただきます。これは最高に美味しい。これごま豆腐なの？このとろみと風味がちくわに合ってる。これは感動。次はらっきょうツナいただきます。いや、これは感動。これも弁当のおかずに最高。いや、美味しい美味しい。問題のうどんちくわ、うどんちくわも、まあ、これにつけようかな。わさびいただきます。もうお寿司感覚いただきます。あ、これもいけるかも。うどんの汁がないからどうなるかなと思ったけど、でもこのちくわのしょっぱさと合うかなって。つゆなくても十分美味しい。わさびに合います。あの、おつまみにいいね。いかがでしたでしょうか。私の中での1位はごま豆腐、2位がらっきょうツナです。まあ他のも全部美味しい。これお弁当にもいける。納豆はちょっとあれかもしだけど、すべてお弁当のおかずにいいと思います。100均で買える装置なので、ぜひみんなも試してみてください。そしてリクエストがいったら言ってください。コメントにぜひ書いてください。今度はスーパーのちくわを買って何でも詰め込みます。このちくわ屋さんもありがとうございました。おまけしてくれたんだよね。実はデスクしてくれたの。すごく美味しかった。このちくわ味しっかりしてた。それではチャンネル登録と高評価お願いします。また見てね。バイバーイ。クッキングウォッチ。